これなんかもうマンションじゃないですよね。そうですね、リゾートのホテルみたいな、ね、今ハワイで一番の豪邸のコンドミニアムです、うん、なるほど。敷地内ですよね、このなんか。そうです、ヤシ、ヤシの木。アラモアナショッピングセンターにも隣接しておりますし、うわ大変便利で、隣接超高級感のあるですよね。もう日本の皆様がよく買ってらっしゃるでしょう物件なんですけれども、一番好きだと思いますよ、こういう作り。そうですね、うん、プールもありますし、スパもありますし、プライベートのパーティールームがあったり、シアターがあったり、夢の生活。とても素敵な夢の生活ね。すごい。ハワイの方も結構買ってるし、でも日本人とか海外の人が多かったりするんですか？そうですね、 50% は日本の方で、あとあの現地の方がカハラアベニューの豪邸を売られてこちらの方に、はい、移ってくる、はい、便利がいいので。そうか、ジャングルみたい。すごい。でも日本人ってやっぱお金持ってるんですね。じゃあこちらの方をお願いいたします。8号棟です、こちらの方は。あ、このファブで開けますね。あ、すごい。エニタイムフィットネスもこういう鍵で、自動ドアなので。そうなんです。こういう開け方珍しい。すごい。わお。はい、失礼します。エレベーターに乗って、はい、7階に行きます。これさっき私が書いてるんです。すごい、すぐ叶えられた。はい、さっき私が書きました。どうぞ。アーティストや。失礼します。8号棟の704号室でございます、はいはい、ご案内いたします。どうぞ。カボベやっちゃいますか。8号棟ことだ。13歳でモーニング娘。入りました、後藤真希。やばいっすよ。失礼します。ギア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 。ちょっと待って、ゆりやん。え、やばいですよ。なんじゃ。あの、やばいという言葉は使いたくないんですけれども、はい、すごいですね。そうですね。あ、すごいとやばいを使い分けて。この方は3ベッドで、はい、電がありまして、トータルで4ベッドルームとしてご使用になられます。あと海も少し見えますし、あと新築物件です。じゃあリビングルームからまずご覧になってください。綺麗。うわうわ、なにこりゃ。あ、最新 の, あのキッチンシステムを使っていらっしゃいます。はははは。こちらの方のオーシャンビューが綺麗でしょ。こちらの方 の, あのリビングルームのダイニングセットとか、リベロパーならではのヨットハーバーも見える。超高級のデザイナーを使っておりますので。これ開けますかね。開けますかね。ちょっと開けたいな。あ、こっちもやらないといけないですね。上に上げてくれ。はい、で、大丈夫ですか？あら、わかんない。ちょっとエミちゃん。違うんですよ、の。ちょっと止めてください。こっちも開けて、こっちも開けて。じゃあ失礼しよう。違うんですよ。こちらの方から。危なかった。よかった。サングラスが、ひっちゃがめっちゃがめだった。え、じゃあこっちの鍵開けて、え、こっちも開けて、ね、こっち開けたら違うんですよ。いや、分かった。いやー、最高やん。最高。なにこれ。幸せすぎません。ちょっとこれはここで住むための人生をこれから考えようかな。うん、ねえ。そうですね、こちらの方は花火も上がりますので、金曜日には花火を見えます。うわ、金曜日毎週 Every Friday ですか？ Every Friday。 うわ、花火なんていうの英語で。あ、ファイアフラー。あー、わー、綺麗なビューも見えて、家具も全部ついてのお値段ですけど。あ、家具つくんだ。あれ見てください。うわ、バーベキュー。バーベキューバーベキューがお部屋についておりますから、こちらでバーベキューをされて皆さんで、うん、ここでみんなでバーベキューしたやつ食べれるんですよね、はい、でここでちょっと休憩して、ここ休憩して、ちょっと中身させてもらってもよろしいですか。うわうわ、最高。
見てください。どうしてかな。何これ。電球や。あ、電球をギュッとしたやつ。お、大きい人が。はい。うわー、このキッチン。ここでもダメで、これはすごい。何人で住める。エスプレッソバーもついて。うわすごい。これか。エスプレッソバー。エスアストラリー。え、オーブンとかも全てついて、電子レンジもついて、オーマイガー、ここキッチン、うわガスレンジの方になっております。うわガスレンジが多い。あ、いいねガスレンジ、大好き。これもすごいよ。これなんか軽いせんべいが軽せん、もや、素敵素敵な、いや素敵。こんなんあのお金さえあったら即決してますよね、うん。さて気になるお値段の方はいくらだと思いますか。まあ、実はさっき値段の方聞いてしまいまして正直者で言っちゃった。どうぞ言ってください。11億。まさしくその通りです本当に本当なんですね。そうなんです、すごい。11億だ、見当もつかないですよ。でも芸能人の人は月1億もらってる人もおるわけですからさ。いや1年かからんとたまるんかい。そうよ、1年かからんと11億たまるんかい。ちょっとドア開けてください窓、はい、まずこっちの鍵を開けます。で、こっちの鍵も、開けてください。でこちらから違うんですよモノマネがお上手ですよねいろいろ他にもちょっと見てもらいます。ちょっとお部屋見せてもらってもいいですか。はい、はい、どうぞ。